というわけでね、もう去年から自粛してバーチャル雪まつりやってた人がいるんですね。はい、バーチャルで札幌雪まつりに参加していたのは一体誰だはい、みんなわからない。あ、正解出ました。はい、そうなんですね、私だなんという自作自演感。はい、イエーイありがとう。はい、私のフォロワーさんで大野さんという方がね、すごいいつも応援してる方がいるんですけど、その人が、まあ、札幌在住の方で、バーチャルな美少女ね、ちょっと令和初、まあ、去年令和初だった雪まつりに転入せよというフォロワーさんから去年来ました。そしていやいや、ちょっと私ちょっとバーチャル存在なのでね、ちょっとそういうリアルイベントにはちょっと行けないんですけど、ということですごい困った私なんですが、どどん、はい、じゃじゃーん、はい、チャンネルのネムチャンネルスタッフの、あ、ちょっと鳥さん、ちょっと鳥行ってもらわないと見えないかもしれない。はーい、はい、こういうですね、このネムチャンネルの総力を結集しまして、バーチャル美少女札幌雪まつりリモートセッティングシステムとして2020というのを開発しました。これ何かというと、現地にいるスタッフさんがですね、私の指示に従って雪まつりの会場を練り歩くんですね、この360度カメラを持って。で、私はこの東京のこのぬくぬくとしたエアコンの効いた部屋に私が置いてですね、ここで VR やっていて、好きな方向に向いて自由にこの雪まつりを楽しむということができるシステムになっています。これによって私にも一歩も歩くことなく、あっち行きたいこっち行きたいっていうだけで、こう雪まつりをリアルタイムでこう楽しんで、まあ、なおかつこう好きな方向を向いてね、360度カメラなので、はい、楽しめるということを昨年やってみました。コメントいただいてますけど、正直無茶振りしてすまんかったって、ね、今大場さんからコメントいただいてますけど、はい、大場さんからいただいた無茶振りに私は 100% 答えてやった企画が、この去年の、はい、こういう企画になります。というわけで、バーチャル美少女だけどリアル札幌雪まつりに潜入してみたー、イエーイ。はい、現地スタッフさんめちゃくちゃ大変そう。はい、めちゃくちゃ大変です。はい、でね、実際やってみたんだけど、こんな感じですね。ちゃんと私がね、こういう風に好きな方向を向いて、楽しめるところを配信して、はーい。すごいびっくりしたのがね、こんな感じで、今、実際に雪まつりとか行ったこと知らないかもしれないけど、今、プロジェクションマッピングとかすごいんだよね。本当にね、この 3D のモデリングみたいで、ほら、なんかこう、この表面に色がついて、これでアニメーションするんですよ。だから、雪まつりって実はただの、なんていうの?止まった雪像じゃなくて、行ってみれば、なんていうか、立体ディスプレイみたいな感じですごいなと思って、もうこれはもう、ほぼバーチャル。ほぼバーチャルだなと思ったら、今年完全にバーチャルになってしまったなっていう感じで、すごい、バーチャルが立体感のある感じで、楽しかったー、ありがとう。はい。というわけなんですが、残念ながらですね、この、リモート行きまして、致命的なバグがあることにね、これやってみて気づいたんです。なんだろう、早い早いものが来たよ。聞く限りだと全然なんか問題点見つからないけど、あ、まあでも強いて言うなら現地スタッフがめちゃくちゃ大変そうぐらいだもん。現地スタッフは別にどうでもいいです。私は大変じゃないので、自分に対する問題ってことね。そうなんだろう、これはちょっとね、難しいからわからないかな。はい、ちょっとね、これもね、寂しい。それはね、あるよね。話しかけても誰も反応してくれないからね。いっぱいいるのに。そうだよね。すごい、でも近い。みたいにね、すごい惜しい。みんないればいいけど。あ、本当に。そう。すごい惜しい。はい。じゃあ、回答いこうかな。はい。現地スタッフも大事にしてあげてね。はい。現地スタッフさんはね、すごい。はい。はい。すごい、北海道を使ってね、ぬくぬく頑張ってくれたはずなので。はい。じゃあ、致命的問題点とは、はい、この画像にヒントがあるんですね。はい。わかるかな、インサイトちゃん。これ。この画像にヒントがあるの?これがもうすべて。これ
これね、これ屋台が映ってる。屋台。寒くないことは、はい、寒くないことはすごいむしろいいことだと思うんだけど。見る以外の楽しみができない？いやいや、これね、実は周りでね、もうむしゃ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 、来場してる人がむしゃ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 屋台のご飯を食べてるのがめちゃくちゃ聞こえるんですよ。はい、正解、食べられない。食べられないですね。はい、これね、これが結構ね、厳しくて、もう周りのお客さんみんなむしゃ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 周りの中食べてて、すごいね、寒い中、こう、あったかい格好をして、焼き鳥とか、ね、豚汁とか食べてる、この飯テロに囲まれる一人だけ、屋台で買えないっていう、こう、致命的な、はい、問題があって、これ VR 屋台食べられないバグって呼ばれてるんですけど、はい、こういうちょっとね、バグ出しを、VR のバグ出しをしてます。ちょっとこの問題まだね、VR の技術では、解決してないんだけど、そう、食べたいものは食べられないバグ、これちょっと今後 VR なんとかしていきたいんだけど、あともう一つ VR 感覚、これがね結構厳しいです。VR 感覚って何かっていうと、いわゆる、まあ、VR って視聴覚、まあ、見てる映像と聞こえる音だけで、まあ、リアリティを再現してるわけなんですけど、これ結構ね、私みたいにずっと VR やってると共感覚により結構ね、他の感覚、触覚とか味覚とか嗅覚、こういうのもね、すごい共感覚に呼び起こされて、まあ、擬似的にそういう感覚を感じるみたいなのがあるんだけど、まあ、要するに、なんかね、一人だけ寒そうな格好して回ってると、なんかすごい寒さをまず感じるし、擬似的にね。で、なおかつ、もうみんなポカ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 、した美味しい屋台の豚汁を食べているっていう、もう食べられないっていう、すごいお腹が空くし、これはね、VR によって呼び起こされる共感覚が高い人にと、私のような人にとっては、もう特にすごい辛いことなんです。はい、というわけで、はい、ちょっと、VR、野菜食べられないバグをちょっと今後ね、なんとかしていきたいなと思ってます。はい、というわけで、まあ、やっぱりね、あと話しかけても、さっきつーちゃん言ってくれたけど、話しかけても、現地の人が反応してくれないのは、やっぱり、こう、ちょっと寂しいということで、はい、去年は、たった一人のバーチャル雪まつりというのを、ね、やってみました。はい、どう足掻いても避けられないバグだ。スタッフが食べたら怒られそう。そうだね。はい。というわけで、はい、バーチャル美少女の私なんですけど、今日は、もうみんなでね、ちゃんとみんながこう、私のバーチャルの世界にね、入ってきてくれて、ちゃんと反応してくれて、一緒に雪まつりを、楽しめるっていう初めての雪まつりなので、本当に嬉しい。今日は本当に見てくれてありがとう。イエーイ。そして何よりもみんながね、この、もぐ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 屋台を食べないっていうのが、これいいんだよね。